第一章分析データを理解する第一章では分析データを理解するとしてデータ自体について学んでいきますこの章のキーワードはデータの形データの種類母集団データ標本データ推定誤差サンプリング平均値基本統計量ですデータ分析を始める前に データの形や種類を理解することで、この先の章で学習するいろいろな分析に備えていきます。エクセルにまとめられたデータには、いろいろな形がありますが、データ分析を行う上で大切なのは、行に知りたい対象を、列に対象についての情報を入力するということです。このデータでは、縦に並べられた物件名が知りたい対象で、 各物件についての情報が横に並べられた形でまとめられています。物件名の情報だけでは、各物件の違いが分からず、比較を行ったり、データ同士の関係性を探ったりすることができません。知りたい対象と対象についての情報が明確になることによって、さまざまな分析につなげることができます。 次の2つのつデータを見比,べてみましょう見比べてみると、例えば、担当者4の商品 C の売り上げも、商品 C の担当者4の売り上げも、同じ490となっており、同じデータの行列を入れ替えただけのデータになっています。しかし、行と列に何が入力されるかで見え方が変わってきます。 左のデータでは、行に担当者を入力しています。すなわち、知りたい対象が担当者で、各担当者が商品をどのくらい売り上げたのかという視点でデータをまとめています。右のデータでは、行に商品が入力されているので、各商品がどの担当者によって売られているのかという視点でデータをまとめています。 同じデータでもまとめ方一つでデータの眺め方が変わってくるのでこの点を意識してデータをまとめるようにしましょうなおデータ分析では知りたい対象の持つそれぞれの情報を変数と呼び変数は対象によって値が変化します例えば左図の商品 A や商品 B という項目を変数と呼び 各変数の値は担当者によって変化し、異なった値になっています。さて、変数には大きく分けて2つの種類があります。量的変数と質的変数の2つで、量的データ、質的データとも呼ばれます。賃料や築年数のように、計算可能な数値で表されている変数を量的変数といい、 物件タイプのように数値ではなく文字で表されている変数を質的変数と言います。データがどちらの変数かによってデータ分析の手法も変わってくるため変数の種類を理解することはデータ分析を行う上で重要です。ちなみに数値で表されていても量的変数ではないこともあるため注意が必要です。 例えば男性を1女性を2のように表したデータでは性別が数値で入力されることになりますが 1+2 は3や 2÷1 は2のようにその数値を計算した結果や計算自体に意味がありませんこのような場合ではあくまでも質的変数を数字で表現しているだけなので注意してください ここまででデータの形、値の種類について説明してきましたが、ここからはデータのタイプについて学習します。データには、測定されたデータの内容によって3つのタイプがあります。1つ目は、クロスセクションデータです。例えば、このデータは物件に関するいろいろな項目の情報をまとめたものですが、 ある項目に注目してデータを並べ替えて順番が変わったとしてもデータに影響はありません。このように項目のみが記録されデータの順番が変わっても影響がないデータをクロスセクションデータと言います。二つ目は時系列データです。時系列データは時間の推移とともに記録されているデータです。 時系列データの場合、ある項目で並べ替えると、時間の順番がバラバラになってしまい、時間の推移とともに記録されているという特性が失われてしまいます。3つ目はパネルデータです。パネルデータは複数の対象について時間の推移とともにデータが記録され、クロスセクションデータと時系列データを組み合わせたデータになっています。 時間の推移とともに記録されているという時系列データの特徴と同じ時間の中で並び替えても影響がないというクロスセクションデータの特徴の両方の特徴を持ちます。なお、パネルデータの表示形式は様々で横に展開する形で記録されるパネルデータもあります。パネルデータがクロスセクションデータと時系列データの両方の特徴を持つことは パネルデータの中のある時間に注目するとクロスセクションデータになり、ある項目だけに注目すると時系列データとなることからもわかります。データ分析では分析するデータが知りたい対象についての全データなのか、知りたい対象のうち一部のデータなのかの違いを意識することが重要です。 例えば、ある都市に住む人を対象にアンケート調査をしようとしたとき、全住民を調査することは、時間も手間もかかってしまい、現実的ではありません。そのようなときに、一部の住民に絞って調査を行い、得られたデータから全体の傾向を推察する手法が取られます。この例でいう全住民のような、 知りたい対象全体のことを募集団と言い、募集団についての全データを募集団データと言います。対して知りたい対象から抽出された一部分のことを標本と言い、標本についてのデータを標本データと言います。データ分析では分析するデータが募集団データなのか標本データなのかによって、 分析の進め方も異なってくるため違いを意識してデータ分析に取り掛かることがとても重要ですなお標本データを得るときには偏ったデータばかりを集めてしまうことのないようにランダムサンプリングなどの手法を用いた適切なデータ収集を行う必要がありますデータ分析には記述統計と推測統計という 大きく分けて2つの手法があり、データ分析の目的によって手法が変わります。記述統計はデータを加工してグラフや表によって可視化することで、データの全体像や傾向を把握したり、平均値や標準偏差といった統計量を求めて、データの性質や傾向を表現したりする手法です。 例えば、ある店舗の1ヶ月の売り上げについて、平均値や標準偏差を求めて、売上の傾向や変化を確認することができます。他にも、最大値や最小値、合計値など、データの性質や傾向を表す統計量はいろいろあり、データの全体像や傾向を知る目的で、それらの値を用いた分析を行う手法です。 推測統計は、標本データについて求めた統計量から、母集団データの全体像や傾向を予測する手法です。例えば、抽出した標本データの平均値から、母集団データの平均値や標準偏差を推測することができます。身近な例では、全製品を検査するわけにはいかないような工場の品質検査や、 開票がすべて終わる前の選挙速報などに活用されています。推測統計のポイントは、あくまで推測であるため、得られた結果は断言できないという点があり、推測の際に生じる誤差を加味しながら分析を進めることが重要になります。Excel 分析スペシャリストでは、推測統計を扱うという点が、 Excel 分析ベーシックと大きく異なる点になります。次に、標本データから母集団データを推測するときに生じる誤差、推定誤差について考えてみます。